ニュースのお時間です。一つ目の話題。小山さんとのぶさんの対決は実現しそうにありません。もともとは、小山さんはいつでも相手になると言いながら、他の人を召喚したり、スケボーをやろうと言い出し、無限ループの逃げモードに突入。これ何年同じことの繰り返しなんだかって思います。次に話題となるとしたら、逮捕くらいですかね。また、ちょっと気になるのは、 今回の翼の塔の逮捕によって、運転していた人物も事情聴取か、逮捕のどちらかはあると思われます。まだ、そこまでならいいんですが、バックにいる人物はガーシーの側近を操っていた人でもあるわけで、ガーシーもチャンネル版喰らっていて、報道では、落選ビジネスとも報道されているわけです。もし、書類送検まで行けば、チャンネル存続の危機へとつながる気がしてなりません。また、 関連した人物までそれが波及する可能性もゼロではない気がします。今からできる防御策を講じていかないと、さようならってなる気がします。万はなくとも、収益無効など、それなりのペナルティが課される気がしてなりません。